松本英子マイストーリー。2024年にデビュー25周年を迎え、その記念コンサートを6月2日秋田芸術劇場ミルハスで開催する松本英子のふるさと秋田への思いを語るパーソナリティートーク番組。ある時は東京の仕事場から、またある時は通い慣れた地元秋田から、 FM 花火を通じてあなたの元へお届けします。ご機嫌いかがですか。松本英子です。5月27日月曜日、松本英子マイストーリー始まりました。さあ、ミルハスでの25周年コンサートまでいよいよ1週間切りました。そのね、ちょっと差し迫った、今現状いろんな準備を重ねておりますが、その辺の様子はまた後ほどたっぷりお届けするといたしまして、先日ですね、私一日店長をグランマート泉店さんでやらせていただきまして、その時のですね、まあ午前の部午後の部という感じで、あったんですけれども、その休憩中にですね、本物の店長の中田店長にお話を伺いまして、その時の、インタビューをまずはお届けしたいと思いますので、どうぞ。さて、ここではですね、グランマート泉店の、本物の店長、中田店長にお話を伺いたいと思います。中田店長、お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。今日は一日店長ということで、私松本英子、午前中から何ですか、交付式っていうんですか、店長の任命式というか、はい、やっていただきまして、今エプロンを装着してしかもジャンバー、あれ店長がジャンバーなんですか。ですね、はい、商品を作る、はい、魚屋さんだったりお肉屋さん、あとはお惣菜ベーカリーとかっていう人たちは白衣なんですけれども、はい、まあ、店長だったり、あとは商品を出す品出しを行う人たちと、青果の八百屋さんの人たちはジャンバーですね。ジャンバー、はい、しかも高ジャンっていうんですよね。あ、そうですね、高柳ジャンバー、高ジャンでそれ高柳の方はみんな知ってるんですか、高ジャンっていう通称は。多分知ってると思いますね。お、分かんないです、私の勝手な勘違いだったとしたら相当恥ずかしいですけど、中田店長だけが高ジャンと呼んでたらどうしようと思うんですけどそれはそれで、はい、後でお説教を食らうかもしれないですけどでもこの高ジャンもね、はい、ちょっと支給されまして、で名札もね、かわいいエイコってひらがな で、 そうです ね、 ね、中田店長も中田って書いてますけど、ありがとうございます、支給していただいて、はい、どうしまして、で、午前中にですね、なんと、じゃんけん大会と、それからレジ打ちをさせていただきまして、まあ、午後からちょっとまたミニライブとかをねやるんですけど、今その休憩中にお話を伺っておりまして、中田店長、ちょっと私初のレジ打ち、アルバイトでもあんまりレジ打ちしたことないんですけど、ちょっとどうでしたか。いや、本当はですね、もうちょっとこうあわあわテンパる姿を見たかったっていうのが正直なところなんですけど、はい、全然こう様になってるというかもう手慣れてるなっていう感じがして、いや、むしろ私の方が緊張しましたね店長、レジ打ち久しぶりですか。そうですね、もう本当に、はい、入社した時の研修以来なので、うん、もう12、3年ぶりとか。いや、だってね、その、もともとだって入社前は、はい、結構レジ打ちのアルバイトとか。ああ、そうですね、されてたんですもんね。レジ打ちのアルバイトを、はい、うん、2年ぐらいしてましたね。そうですね、はい、それでブイブイ言わせてたっていう、まあ、恥ずかしながら若気の至りでいや、もう人気のレジ打ちだったというね、はい、お話を伺ってたので、いや、どんな感じかなと思ったら、意外と電子決済が多かったりとか時代が変わったなと痛感しましたねそうですよね、近年LINE の何パーセント引きとか、あ、そういうのがあるんだっていうことを、私もちょっとそれを知って、自分はほらユーザー側だから、普段お客さん側だから、なんか、すみません、このアプリとこのアプリと、すみません、これ何パーセント引き使えますよねみたいなことを平気で店員さんにね聞いてたなと思って、なんかすごい申し訳なくなっちゃって、あれ大変ですね、やっぱりいろんな作業があって。そうですね、うん、でも、うん、私も今おっしゃったように、はい、
自分からこう、まあ、こういうサービスありますって、こういう特典ありますよってこう案内してる身ですけれども、うんうん、改めて、はい、あ、こんなにいろんな、まあ、サービスといいますか、うんうんうん、支払い方法もそうですし、そうですよね、でこっちで考えてる以上に今はこう電子決済、本当にスマホの普及で、はい、うん、払い方だったり、まあ、クーポンの使い方とかも本当に変わったなって、はい、改めて私もちょっと勉強になりましたね。恥ずかしながらまさかの店長がというね、はいはい、改めてレジってすごいなって、すごい、もう奥深い、もうレジだけで2時間半ぐらい喋るんだ、喋れるか、私もレジについてお話しくださいって言われれば私もついていってるかもしれない、ね、ですよね。いや、これちょっとすごい深いなと思って、いや今回勉強にもなりましたし、まあ、あと本当にあの今回その一日店長をやるっていうのをあの知っててくださった方が、あの結構それこそあの大仙から来ましたとか、ね、由利本荘から来ましたとかいらっしゃいました ね、 ね、はい、ではちょっとこの後午後からもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。したのは松本英子でエブリデイグランマートでした。この日はですね、一日店長のこうタスキをかけてエプロンをしながらエブリデイグランマートをグランマートの中で歌わせていただくという非常に貴重な経験をさせていただきまして、大盛り上がりでした。じゃんけん大会、プレゼント大会も楽しかったですしね、もう店内を歩いてお客様にお声掛けをさせていただいたりしたら、偶然やっぱり地元というのもありまして、高校時代の先生にばったり遭遇したりとか、そんなハプニングもとってもとっても楽しかったですね。グランマートさんの商品、本当に、美味しいものがたくさんあります。どんなものがあるのかなというのは、YouTube チャンネルでもご覧いただけますので、ぜひそちらも私松本英子のYouTube チェックしていただけたらと思います。そしてぜひグランマート足を運んでみてください。さてここからはですね、いよいよ迫ってまいりました、6月2日秋田芸術劇場ミルハス中ホールで開催いたします松本英子 25th anniversary コンサート Thank you for my hometown。このコンサートに向けて、いろいろねメンバーともリハーサルを重ねているところです。そんなリハーサル中に、各メンバーにお話も伺ってきましたので、ちょっとこうガヤガヤした場所とかもあるんですけれども、ではそんな、リハーサル中のメッセージインタビューをお届けしたいと思います。どうぞ。さあ、ここではですね、6月2日25周年記念コンサートの、ミルハスでのライブでバンマスを務めていただきます、うん、ギタリストの菊池雅義さんにお話を伺います。どうも、こんにちはでいいのかな、こんばんはです。こんばんはかな、はい、こんばんは。今リハーサルが、はい、まあ、リハーサル中ですけど、そうです、もう間もなくこれオンエアになる時にはもうあと1週間切ってる感じになるんですけど、イエーイイエーイさあ今回バンドメンバー含め、うん、どうですか仕上がりは。いやもう初日からね、うん、素晴らしい演奏で、僕はバンマスとはいえ何もしていない、うん、そんなこと
ことないです。いやいや、司会進行してるだけで。司会進行がそれ大事なことなんでね。みんながね、本当素晴らしいので、そのまあ歌ももちろんですが、いやいやいや、バンドの演奏もちょっとはね注目していただいて。いやもうね、それぞれでも聞きどころがありすぎて、ね、あのもういろいろアレンジできるじゃないですか今回、うん、バイオリンもいて、ね、うんうん、サックスもいてっていうのもあるし、あの当然コーラスもあったりとか、あのギターは何本使うんですか？ギターは3本ですね。3本一気に弾くんですよね。そうそう、手が6本あるからねって一気に弾くわけではなく、まあでも曲に合うものを選んで、うん、まあでもなんかまだ決めてない、まあね、やりながらちょっと変える、そうちょっと最終気分で変えるかもしれない、気分で調整しながら、うん、でも本当になんか1曲あたり、うん、あのもっと時間がかかるかなと思ったら、ね、割と、ね、初顔合わせもね、そうそうあるのに1回やって、うん、いっかみたいになってるから、ね、そう、まあその新鮮な気持ちで本番を迎えるっていう意味ではいいんだけども、まあなんか、うん、みんなね、さすが百戦錬磨だ、百戦錬磨のやっぱそれぞれステージを積んできていらっしゃる皆さんなので、うん、何の心配もないんですけど、はい、もう楽しいだけだね、本当に楽しくて、うん、あとはもう余計な喋りが多い、うん、それは俺のせいだな、ね、本当に、うん、あのバンマスをはじめ、あのドラムの高尾さんはじめ、みんなよく喋るの、よく喋るんで笑いが絶えない、ね、そうそうそう、リハからもうすごい、まあ、本番は喋れないから、ほら本番ね、うん、ちょっとその得意のトークがあのしていただける時間が非常に少ないので、うん、まあじゃあ打ち上げで、打ち上げでね、ちょっとでもいや今のね現状ちょっとこう曲数も本当割と多いし、ね、あの仕掛けもいっぱいあるので、うん、ね、どうなることやら、ね、まあ、ちょっと楽しみに、はい、していただいて、まあ、キクちゃんはもともと私とはもう、うん、何年デビュー後ぐらいからだ、ね、20だから24、5年、24、5年なんですよ。そんなか、そう、ね、だからそこから、まあ、ちょっと時を経て今ですけど、ね、どうですか松本くんは。いや松本くんはあの変化はありますか？あんまりないですか？相変わらず痩せすぎだな痩せすぎっていう、いやそんなことないですけどね。もうね、なんかプライベートもちょいちょいあったりしてるからね、うん、なんかもうそうですね、わかんないね、まあね、家族みたいなね感じなので、まあ、だから緊張もせず、うん、リラックスしてやらせていただいてます、はいはい、ありがとうございます。いいえ、こちらこそ。ではちょっとまた本番まで少しリハーサルありますが、はい、最後までぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、楽しみにしていただいて、はい、いいのではないかと、はい、はい、じゃあというわけで菊池雅義さんでした、はい、ありがとうございました。松本英子マイストーリー。